コリンティア県はギリシャのペロポネソス地方を構成する行政区ペリフェリア系のティタの一つ。県とはコリントス、コリンシア県、コリントス県などとも表記される。広域自治体としてのペロポネソス地方の北東部に位置する県である。県とコリントスは首都アテネから西へ約 70km、州都トリポリから東北へ約 68km、パトラから東南東へ約 110km の距離にある。地理的なペロポネソス半島の北東部にあたり、北はコリンティアコス湾、イオニア海に、東はサロニコス湾、エーゲ海に面している。コリンティアコス湾とサロニコス湾の間の狭隘なコリントス地峡でギリシャ主要部ステレアエラダと接続している。コリントスの町の約 4km 東にはイオニア海とエーゲ海をつなぐコリントス運河がある。西はアハイア県、西ギリシャ地方、北東は西アッティカ県、アッティカ地方と南はアルゴリダ県及びアルカデア県とにそれぞれ接している。コリンティア県の北部及び東部の海岸部の土地は主に牧草地か農地である。県内の他の地域は主に山地となっている。県西部には最高峰の霧に山がそびえ、南西部には県内最大の湖名、スティウムパロス湖がある。人口5000人以上の都市、集落には以下がある。人口はいずれも2001年国勢調査。コリンティア県はアテネを中心とする大都市圏の一部として人口が増加しており、最東部のアイテオドリなどの町はアテネの衛星都市とみなされている。コリンティア県の海岸部は夏の気温が高く冬も温暖な気候であり、一方山間部では冬に降雪が見られる気候である。主要道路が初めて舗装されたのは19世紀から20世紀にかけてであり、20世紀の中頃から終わりにかけては、他の地域と同じように、農業人口の大都市への流出が発生した。また、1960年代には、コリントス・アテネ間に高速道路が建設され、コリンティア県の産業は、急激に成長した。2006年には大規模なダムが建設され、2007年には、山火事による被害を受けた。ギリシャ独立後の1833年、アルゴリドコリンティア県が設置され、ナフプリを現アルゴリダ県に県庁が置かれた。この県、ノモスは、現在のコリンティア県及び、アルゴリダ県の領域と、現在ピレウス県に含まれる、イドラ島キキラ島を含んでいた。1836年、地方制度改革により、ノモスが廃止された際、アルゴリドコリンティア県は、北のコリンティアと南のアルゴリダの行政区に分割された。1845年の改革でノモスが復活し、アルゴリドコリンティア県が再設置されるが、1899年に分割されてコリンティア県とアルゴリダ県が誕生した。両県は1909年に再統合、1949年に再分割された。2011年1月1日、ギリシャの地方制度改革に伴い、自治体としての県、ノモスは廃止され、ペリフェリア、地方に属する行政区となった。コリンティア県の経済は主に販売業、サービス業、製造業、観光業、農業から成り立っている。県北部及び東部にあたる海岸部の平野部では、オリーブやブドウ、トマトなどが生産されている。1980年代には隣接するアルカディア県の人口を抜いた。ペロポネソス地方の5県のうちでは、メッシニア県に次ぐ人口を有する。コリンティア県は以下の自治体、ディモス市から構成される。人口は2001年国勢調査時点。カリクラティス改革、2011年1月施行以前の広域自治体、ノモスとしてのコリンティア県は以下の基礎自治体、ディモスから構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体、ディモスを構成する行政区、ディモティ系のティタとなっている。下表の番号は、渦と対応している。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県北東部のコリントス地峡は、アテネを含むギリシャ中部とペロポネソス半島とを結ぶ陸上交通の要衝であり、幹線鉄道、道路が県内を通過している。また、コリントス地峡を掘り抜いたコリントス運河は、海上交通に便利をもたらしている。アテネからコリントスを経由して、パトラに至る国道 8.8A 号線、コリントスからペロポネソス半島を縦断してカラマタに至る国道7号線、及び高速道路 A8 号線が幹線にあたる。コリンティアコス湾に沿って、県域を横断する国道 8.8A 号線は、アイーテオドリ、コリントス、キアト、クシュロカストロなど、主要な市街や集落を結んでいる。国道 8A 号線の一部は高速道路として供用されており、アテネを起点に、ペロポネソス半島北海岸、西海岸の都市を結んで建設中の高速道路、オリンピアオデス、A8 号線に組み込まれる予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。